はい、おはようございます。シドニーのセラピスト、庄司です。今日のテーマはですね、こんなに悪い内股のデメリットとその対策っていうことでお話しさせていただきます。アニメの影響かもしれないですけども、日本人の女性がすごく多いですね、内股の人。内股っていうと、これですね。ちょっと某サイトからいただいたんですけど、こんな感じの人。膝もつま先も内側向いちゃってる人。これ内股ですよね。可愛いですか？可愛いですかね、これ。可愛くないですね。はっきり言うと、もうこんな人は人生損してるんですよ。で、大げさなーって思われるかもしれないですけれども、全然大げさじゃなくって、こういう人はものすごく人生損してます。なので、そういったことを、僕、体のスペシャリスト、姿勢のスペシャリストなので、少し解説させていただきますね。内股になると、どんなデメリットがあるのかっていうことを、ちょっと今日はですね、ホワイトボードを使って書いていきたいと思います。内股のデメリット、その1。体の痛みを起こす。内股のデメリット、その1、体の痛みを起こすです。書いてみます。見えますかね。例えば、腰痛、肩こり、座骨神経痛、その他不調、頭痛、背中痛、股関節痛、膝痛、足首痛、おそらく厳密に言えばもっともっとあります。それぐらい内股になると、体の痛みが出てきやすいんです。内股のデメリットその1は、体の痛みを引き起こすこと。だって内股の人って、正常な体から見たら、ねじれた状態ですからね。ねじれた状態ですから、血管も動脈も神経もリンパもすべてねじれた状態ですからね。それはあちこち悪くなるでしょう。で、内股のデメリットその2、プロポーションがすごく悪くなります。また書いていきます。足が太くなる。お尻もでかくなる。下半身デブになる。反り腰になる。O 脚、X 脚になる。ウエストのくびれがなくなる。お腹がぽっこりする。外反母趾にもなる。ってわけで、内股になると、これだけプロポーションが悪くなるっていうことなんですよ。内股の人って大体太短くないですか？で、大体お尻が横、ボーンって出てないですか？お尻、足の外側がすごく張ってないですか？というわけで、内股のデメリットその2、プロポーションが悪くなるでした。思ってあります。疲れやすくなる。足が重い。足が遅い。足がむくむ。足が冷える。という感じで、他のデメリットもたくさんあります。というのももう、人の体って正常だったらちゃんと機能する状態が、それが内股になってねじれた状態ですから、もう循環が流れないんですよ、うまいこと。リンパも流れない。動脈も流れない、神経も流れない。それはこれぐらいデメリットあるでしょう。でもまだまだデメリットがあります。ここに書ききれないんですけれども、骨盤に注目してほしいんですね。足が内股になると骨盤は歪みやすいです。骨盤はねじれやすいです。その結果どうなるかというと、便秘になりやすいです。骨盤ってちょうどバケツみたいなもんだと考えてください。骨盤のバケツの中に腸、消化器官っていうのがあります。大腸だとか小腸だとかがありますと。それが今、バケツがねじられた状態、ねじられた状態。ねじられてるから小腸だとか大腸もちゃんと機能しなくなる、うんちが出にくくなると。で、うんこっていうのは結局老廃物ですからね。老廃物を持ってあちこち日常生活動いてるんですよ。そら体重くなるでしょうし、まあ吹き出物も出やすいでしょうね。生理痛もなりやすいです。僕が見させていただいた患者様、生理痛で悩まれている人の 100% が骨盤歪んでるんですよ。100% です。もう例外なくです。ほんで、足見てみたら、大概の人が内股になっているんですね。っていうことは、やっぱりさっきの骨盤の原理ですけれども、骨盤の中に子宮があります。また骨盤が歪まされてます。子宮もねじられるんじゃないでしょうか。子宮も圧迫されるんじゃないでしょうか。その結果、生理痛だとか、PMS だとか、生理不順だとかを起こしているんじゃないでしょうか。不妊症にもなりやすいと思いますよ。同じ原理ですね。やっぱりもう骨盤が歪んでいる、子宮がちゃんと機能しなくなると。不妊治療されている方も多いんですけれども、不妊治療で、IBF とかでされている方も多いんですけれども、いくらね、美味しいものを食べたって、いくら注射したって、子宮がねじられた状態で、果たしてうまいこといくのかなって僕は疑問に思っています。それよりかは、まず骨盤歪んでるのを取ってみたらどうなんだろうと。実際、うちに来て妊娠された方、本当に多いんですね。で、まだあるんですよ、内股のデメリットって。
で、ここから18禁なので、ちょっとホワイトボードには書かないですけれども、内股になると夜の生活もものすごく影響されますよ。悪影響されますよ。内股になると、不干渉になりやすいんですよ。不干渉、感じにくい症状ですね。にもなりやすいんですよ。いや、私、内股やけど自分も感じるわっていう方は損してるんです。それ 100% 神経機能が働いていない状態で気持ちいいんであれば、本当だったらもっともっと気持ちいいもんなんですよ。内股だと神経機能が 100% 働かないんです。だから、不干渉にもなりやすいんです。で、女性の方、緩いです。どこが緩いかっていうのは皆さんのご想像にお任せしますけれども、人体の構造上どうしても締められないんですよ。内股になると。もう絶対無理なんです。もう絶対無理なんです。例えばですね、ここ、力こぶあるじゃないですか。皆さんこうやって力こぶグーって出せるでしょ。この状態だったら。だけど、肘まっすぐにして、はい、力こぶ出してくださいって絶対できないじゃないですか。絶対できないんですよ。いくら頑張ったって。同じことが言えるんです。内股でいくら締めようと思っても締められないんですよ。そういう風な構造になってるからです。だから内股の人、女性は緩いです。それに対して男性の人、内股の人は弱いですね。同じ原理です。で、内股になると不干渉を感じないし、緩いし、弱いし、もうそういう弱いものがあれば、やっぱりね、ちゃんとやらなくなりますよね。僕たち生きてる理由としても種の保存なんですよね。やらなくなるっていうことは結局日本人の数減っていくってことですよね。出生率実際減っています。日本の人口減っています。日本の国力弱くなります。よろしくないですよね。で、僕はこの動画配信をする一番の主目的は日本人を元気にしたいんですよ。日本に対して正しい情報発信をして元気な日本を取り戻してほしいからこの動画配信をしているんです。だからこの動画を見て内股のヤバさに気づいてほしいんですよ。で、今までずっと話してきました。内股のデメリットもここに書ききれないほどいっぱいあったでしょ。これ、たった一個のことを注目するだけで直せるんですよ。で、ここから直したい人用のお話させていただきます。一つだけ意識してください。ほんと一つだけです。それをするだけで内股は劇的に治ります。それはですね、人差し指なんですよ。人差し指です。手じゃないですよ。足です。足の人差し指に皆さん注目してほしいんですよ。ちょっと僕の足映してみました。で、内股の人ってこういう風につま先だとか膝が内側向いちゃうんですけれども、この時注目してほしいのがですね、人差し指ですね。人差し指。親指のすぐ一本隣にある指、これに注目して、これが平行だったらいいんですよ。これですね、人差し指、ここにですね、人差し指、これが平行だったらいいんですが、これがよいしょ、内側向いたらこれ内股なんですよ。だから指標としては人差し指、親指のすぐ隣の指を指標にしてください。人差し指が平行になっていたらこれが正しい位置なんですよ。で、これが内股向いていたらもうこれあかん直してほしいんですよ。そんなん意識したことないわって人大半だと思うんですけどね。もうこれを意識するしないってだけでもう人生大きく変わっていきますんでね。で、もうそんな内股向いてる人がまっすぐさせたら、なんか私ガニ股向いてるような気がするわっていう方も多いんですけれども、これはもう完全に脳が誤解してるんですね。実際には平行じゃないですか。実際に平行なのに脳みそだとか感覚は外向いてるような感覚なんですよ。この脳の誤解を解かない限り内股は一生治りません。逆に言えば、この脳の誤解を解いていったら内股は治っていくっていうことなんですね。もちろんこれ一気にね、内股をやった人がもう翌日からまっすぐになるっていうことはないです。徐々にしか治らないです。ゆっくりとだけど着実に変わっていきますんで、もう常に意識してください。僕の言ってる常にっていうのは、座っている時だけじゃなくて、立っている時、歩いている時も常に。もう立ち姿、歩き姿、座り姿、すべてちょっとね、つま先を見てまっすぐだなーってやって動き出すとかね、まっすぐだなーって
確認してから運転するとかね、してほしいんですよ。これを大きく意識するのと意識しないとのとでは大きく人生変わってきますからね。意識しないとこういう将来が待ってます。意識すると逆に言えばこれと反対の将来が待ってますからね。意識するしないで大きく変わってきますんで、皆さんつま先の人差し指ですねの角度を気にかけてください。僕はさっきも言ったようにこの動画配信してるのをなんとかして日本人を元気にしたいからやってるんですね。社会風潮だとか社会の価値観を変えたいんですよ。みんな内股を見てあ可愛いと思ってるかもしれないですけど、可愛くないです。実際は可愛いを僕はあ可哀想っていう風な価値観させたいんですよ。あ可哀想とかあ許そうとかね、そっちを目指したいんですよ。そのためになんとかして僕この動画配信をしてメッセージを届けたいなと思ってます。そうやってみんなが正しい知識を得ることによって世の中の笑顔って確実に増えてくるんですよ。幸せな人をなんとかして増やしたいと思っているのでこの動画配信させていただきました。ご意見ご感想などがありましたらコメント欄に書いていただけると嬉しいです。全部目を通して返事させていただきます。内股を直してかっちょいい健康的な体手に入れてくださいね。シドニーのセラピスト庄司でした。どうもー。